ナルディ FN305 複座の FN305、ナルディ FN305 は、イタリアのフラテッリナルディ社で開発された多用の戦闘練習機、連絡機である。FN305 は練習機と連絡機として設計され、試作機が1935年1月19日に初飛行を行った。混合構造の型持ち式低翼単用機であり、オリンがソリで、主客は、 主翼仮面に内側に引き込む耕着装置を備えていた。機種には出力 200HP のフィアット A70S 直列エンジンを搭載しており、この試作機はタンデム配置の閉鎖式コックピットを持っていた。本機はタンザと副ザの双方で生産されることを計画されていて、次の試作機はタンザの戦闘練習機と次の副ザの基本練習機として、 開放式コックピットで製作された。その後に出力 200HP のバルターボーラ製型エンジンを搭載した超高速距離型の FN305D が2機製作された。最初の FN305D は複座型で1939年3月にローマアジスアベバ間の記録飛行に使用され 4463.8km を 平均速度時速 240km で飛行して、クラス記録を樹立した。2番目の短座型の FN305D は、北、大西洋無着陸飛行に挑戦するために、ユーゴスラビアに買い取られたが、この挑戦は中止された。アルファロメオ115エンジンに換装された、試作機は FN305A となり、その後ナルディ社の工場が手狭だったために、 ピアジオ社によりこの方が量産に入った。イタリア王立空軍は258機を発注したが、この大部分は複座の FN305A 戦闘練習機と連絡機であり、少数が単座開放式コックピットの FN305C と閉鎖式コックピットの FN305D であった。イタリア軍からの発注に続いて1938年には9機が、 シリエ31機がルーマニアへ販売され、その後ルーマニアでは124機がイヤによりライセンス生産された。輸出向けの最大の発注先はフランスであったが1940年6月にイタリアがフランスに対し宣戦線復刻したために納入されたのは41機のみであった。輸出市場での最後の顧客は50機を発注したハンガリーであった。さらなる改良型は ナルディ FN315 として開発された。アルグスアジ1イエンジンを搭載した FN305D 出展。ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフトオルビスパブリッシング PP2594 証言性能。ありがとうございます。